まさかず、ニュースタ入社おめでとう。はい。大名の者たちごきげんようということで、この度ですね、我らがまさかずくんがニジスタさんに正式に正社員として入社されたということでおめでとうございます。今まではどういう立ち位置だったの？そもそも今まではスタッフ、スタッフ撮影のスタッフ、撮影スタッフ、そうですね、ね、まあ、そうですね、さんのアルバイトっていう立ち位置だったのが、はい、それがそうですね、そうなんですね。別にまさかずメインの回じゃないんで今日は。じゃあ早速今日のコーナー参りましょうね。今回はこちら、小林幕府目安箱。さあ今回は2つのお題で皆さんに登場してもらいました。まずはこちら、殿、励ましてください。悩める大名たちからたくさんの投書が届いているということなので、早速見ていきたいと思います。じゃあまずですね、ソレイケさんからいただきました。ありがとうございます。1週間かけて仕上げた仕事が相手側の都合で全部白紙になりました。いつもなら仕方ないと諦めますが、かけた時間が時間なだけにショックが大きく、その日はたくさんお酒を飲みました。将軍はお仕事でショックなことがあった日どうされていますか？よかったですね、ストレス発散の方法を一応知っているってことですね。お酒を飲む、いやー現実逃避大事ですよね。あーでもどうだろうな、俺そんなにへこむことないからな。うん、でもそれこそ僕も一緒で、収録はしたけど結局オンエアだったりとかリリースされなかったゲームだったりとかってあったりするんですよ。でもそもそもそういうのって収録してからも下手すると 1,2 年後とかにリリースされるのが普通だから、こっちも気づかず、あ、そういえばあれ出てないけどどうなったのって聞いたら、あ、そもそもなくなりました、ふーんみたいな。そういうのが多いから、なんだろう、でもへこんだ時、まあでもグループでやってるものだったら、やっぱその同じグループの人と愚痴を言い合うことは大事だと思うんですよ。やっぱ何も知らない人に実はこういうことがあってさって話しても、やっぱ 100% その何が大変だったってことが共有できないし、共有できる仲間と話し合ってある意味供養してあげてるっていうのが大事かな。まあ、それこそね、朗読劇だったりとか、そういうものでなんかこういう風にしたかったよねみたいな反省会のみたいのはやっぱり僕たちもやったりするし、それがねきっと次につながるステップにもなると思いますので、同僚と話すっていうのを一つ提案したいと思います。あ、でも本当ね、お疲れ様でございました。続いてはふーさん。どうしても自分は他人に合わせてしまうところがあり、先日友人にもっと自分の意見を持ったらと言われてしまいました。しかしこれを言ったら傷つくんじゃないかなど、いろいろ考えてしまいうまくできません。ゆうすけ将軍のアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。いやでも俺もそうだからな、どっちかっていうと、最近かな、自分の意見が言えるようになったのとか言うとね、多分西田さんはいやいや、いつもこれやだあれやだ言うじゃねえかって思うと思うんですよ。そう、ね、でも大事なことだと思うの。やりたいことが言えなくてもやりたくないことを言うってすごく大事だと思って、だから本とか最近読むとね、そのやりたいことじゃなくてやりたくないものリストっていうのを作っておくと自分の指標になるよみたいなのをよく見て、あ、これすごくいいなと思うんですよ。だから、まあ、自分の意見を持って自分の意見を発信するって、ある程度の過去サクセスストーリーがないと、やっぱ自分に自信が持てず、あ、言ってもダメかなだったり、それこそ相手がこうしたいだろうから、まさにね傷つくんじゃないかっていうのもあるだろうから、まあ、言えるようになるには何かしらステップを踏まないといけないけど、逆にこれはどうしてもやりたくないっていうものだけはなんかうまくかわして別案を出せるようにっていうところからスタートするのが、自分が傷つかずに済む大事なステップだと思います。めちゃくちゃいい回だな。どうしたどうした。続いてはるかさん。私は福祉系の大学に通うものです。先日介護実習を終え、介助動作が想像以上に難しいこと、コミュニケーションの取り方が下手なことなどを痛感しました。在学中にこの課題を克服できるように多くの経験を積み重ねたいです。とのやる気のたきつけお願いいたします。じゃあ僕が介護必要になった時には介護してください。それまでにがっつりマスターしといてください。何年後だっつって。分かんない、もしかしたら10年後ぐらいにぎっくり腰でも動けなくなっちゃうかもしれないね。大事大事。続いてゆうなさん。私は高校生なのですが、毎日学校に行きたくなくて悩んでます。ガチじゃねえかよ。学校から家に帰ってくると、まず1日5回は明日学校行きたくないと言ってしまいます。休むのは年に1回くらい。お偉い、ゆうすけ将軍、学校に行きたくなるような励ましお願いします。難しいな。まあ、きっと学校に行きたくないのは学校に楽しいことがない、
楽しさを見出せないからだと思うんですよね。まあでも学校に行くのはもうほぼ 80%90% 友達と遊ぶためだと僕は思ってたんで、勉学が 10% ぐらいだから、やっぱ友達と共有できる何かを見つけるのがいいんじゃないかな。まあこんなこと言っといて、僕高校大学と友達ほとんどいなかった人間なんでその中でも、ね、そのアニメとか声優が当時も好きだったから、それを話せる本当数少ない一人二人の友達がいるだけで学校楽しめましたけどね。だからある種自分をちょっとさらけ出してみるのが大事かもね、やっぱ自分のその学校嫌い友達いらないとかって思っちゃうと、それを周りの人って意外と感じ取っちゃうんです、雰囲気を。それで話しかけづらくなっちゃったりするから、まず自分をオープンにして、そこでね、そんなにバカにする人って思うほどいないと思うんですよ。一人二人いるかもしれないけど、なんかそこでまず一人でもなんか話せる友達を見つけたら学校の楽しさがぐっと上がると思いますので、なんだろうな、自分の趣味をさらけ出していきましょう。そうすればなんとかなる。素晴らしい、いい回だね今日。素晴らしい。次、ぬぴさん。新卒で入社した会社がブラックでした。自分が辞めると他の子に負担がかかることを考えて辞めれないまま3年が経ち、転職する踏ん切りがなかなかつかない私に、殿の社会人経験を生かした慰めやアドバイスをお願いします。え、これは正和のことじゃない3年経ってる、ブラック企業ですか。いや大丈夫、全然そんなないです。圧力かかってる。ホワイトです。すいません、失礼しました、はい。そっか、まあでもぬきさんは優しい人だね。なんか自分のことよりもやっぱ他人のことを心配してやめられない、まあなんか日本人の美徳とするところでもあると思うんですが、やっぱ自分一番にしてほしいんだよね。変な話、もしぬきさんが辞めても残された人はなんだかんだ言って強くなります。それが、まあ、逆にいい方向に生きる時もあるし、なんかそれがダメでもしかしたらね、その教えてた子がそれこそ転職しちゃうとかってあるかもしれないけど、でもそれはあくまでその人の責任であって、ぬぴさんの責任ではない。これも本で読んだけど、何よりも優先すべきは自分です。自分が楽しくね、働けるような場所を見つけるのが大事だと思います。それをやってないとね、それこそさっきの人じゃないけど、学校に行きたくない、仕事に行きたくない、じゃあなんで私仕事してるんだろうって変なマインドになっちゃうから、転職するのは悪いことじゃないって、自分ファーストで生きてください。頑張ってください。すごい、今日めっちゃいい感じ。あれ、そういう自分でもなんでこんないいこと言えてんだろう。これだけで会にできそうなぐらい。すごい、伊達に37年生きてねえや。じゃあ続いて、久美代さん。最近唯一の同期だった女の子が辞めてしまい、新入社員が私だけになってしまいました。仕事のことで辛い時、慰め合っていた心の支えがなくなってしまい、とても寂しいし不安です。少しでも心穏やかに頑張れるような慰めのお言葉をいただきたいです。わかる。新入社員ってことはもう 1,2 年でみんな辞めちゃったってことかな。ブラック企業なの相当ですね。でもそうか、女の子が多分2人だったのかな、新入社員が。そっか、それはね難しいね。先輩でもやっぱ先輩と仲良くやっていくしかないだろうし、それこそね、同じ年代の別の会社に行った友達となんか情報交換できるようなつながりは持っといた方がいいとは思う。これは一番難しいな。辛い時慰め会える人がいなくなっちゃったのか。彼氏彼女作ろう。はい、続いてドワーさんからいただきました。ありがとうございます。私は人の500倍くらい風呂に入るのが嫌いな人間です。毎日もだえ苦しみながら入っています。もだえ苦しまなくても風呂に入れるように励ましの言葉をいただけないでしょうか。人の500倍風呂に入るのが嫌いって、もはや水に触った時点で発狂するレベルだと思うんだけど、大丈夫かな、水がダメなのかな君は。お風呂苦手な人いる？そう、わかんないの。お風呂たまにいるのよ、入るのが苦痛って人。めんどくさいのか、それこそね、ドライヤーかけるのが嫌いだからっていう人もいるけど、それはドライヤーかけるのが嫌いなんであって、お風呂が嫌いなわけじゃないじゃん。湯船に浸かるのが
まあ、例えばプールに入るのが嫌いなのと並列で言ってるんだとしたら、もう入らなくてもいいとは思うんだけど、でも風呂はね、入ると自律神経整うし疲れも癒えるし、マジで入らないより絶対入った方が体にいいのよね。そっか、まあ、どうしても苦手だったら僕と一緒にあの洗い場に寝転がってシャワーだけずっと体に当て続けるっていうあの小林教に入りましょう。はい、はい、最後どんどんずれていくな。春さんからいただきました。社会人1年目で同期よりいろんな仕事を任せてもらってはいるのですが、そのせいか残業も多く仕事内容を共有できず同期と少し距離を感じます。このことを先輩にも相談できずにいます。こういった時ゆうすけ将軍はどのようにメンタルケアなどしていますか。これは正和かな。1年目ですもん。そうだね、もういろんなこと任せてもらってるんだ。そうですね、いろいろやらせてもらってます。いろいろやらせてもらってます。そっか、まあまあまあできること認められてるっていうことはもう本当に仕事ができることだと思いますので、あとはね、まあこれは1年目からやるのは難しいけど、そこからさらに人に仕事を触れるようになるともう一個あのスキルが上がっていくと思うんですね。僕も苦手なんですけど、やっぱ自分一人で抱え込まずに人とあの分けて、あのそれをそっちの方が絶対効率はいいので、それをできるようになんかネットワークを作っていくのが大事かな。あと先輩もね、相談されないでいると、あ、大丈夫なんだろうなって勝手に思っちゃうんで、むしろちょっとぐらいできない、難しいですって言わないと、どんどん期待が重なって重なって、これもあなたの重みになってしまうので、辛くなかったとしても一回相談してみるっていうワンクッションを置いといた方が周りは認知してくれると思うので、そこら辺一回言うのが大事ですよ。ありがとうございます。はい、ということでそんな感じで頑張ってください。はい、そしてもう一つのお題ですね。続いては一致団結した思い出教えてくださいということで募集しました。体育祭や文化祭の時期ということで仲間と団結して頑張った思い出を皆さんに教えてもらいました。いいですね、青春ですね、青春ですね。真央さん、高校1年生の時ですが、クラスのみんなで文化祭前日に教室の飾り付けをしました。準備万端のはずが、当日学校に来てみたら固定が甘かったのか、飾り付けたものがほとんど取れて床に落ちていて、焦って直した記憶があります。めっちゃ団結した時でした。面白いね、いいね。もうほんとその時はみんな人生で一番やばい時って思うけど、そういう時ほど振り返ってみると楽しかったねっていう思い出になるから、ほんと高校のこういうことは財産だよね。僕も、まあ、あんま友達いなかったとは言いましたけど、高校3年の時に文化祭実行委員にちょっと勇気を出して立候補してみたんですよ。そしたら、まあ、その実行委員会同士ですごく仲良くなったし、あとね、僕男女別学って言って男子と女子で校舎が別だったんですよ。だから普段交流が持てないんですけど、委員会だけはあのそれが一緒になって活動できるから、女子ともすごい喋る機会があって、わっ、高校3年のこの卒業間近、一番青春してるなって、すごいいろいろやってた。だから文化祭とか運動、ね、体育祭とかそういうのはまだね、学生の人たちはマジで率先して参加した方がいい。この頃こういうのってなんかやるの、一生懸命やるのダサいとかって思い始める年齢でもあると思うんだけど、絶対後々ね、つまんなかったなあの時って思っちゃうから、だったら思い切り参加した方がいい思い出になるんで、頑張ってください。続いてメイさんからいただきました。高校の文化祭で劇をすることになり、クラスの話し合いで出た黒船ペリー、大きな株、勇者ヨシヒコ、走れメロス、なんか一つだけ違くねなどの要素を入れたシナリオを書き上げました。何でも褒めてくれる校長先生の挨拶で、わけのわからないものと評されましたが、クラスの仲はとても深まりました。すごいね、校長先生こういうの褒めてあげるもんだけどね。あー、わけのわからないものでしたね。いう校長が一番センスあると思う。いい学校ですね。ねえ、黒船ペリーって別にこういうストーリーあるわけじゃない。ペリー来航。ねえ、ペリーと走れメロスがどう共存する世界なのか知りたいですね。これちょっと DVD 送ってほしいです。気になります、ね。うん。でもね、ちょっと似たようなことを前僕舞台でやったことがあって、そう、これはもう声優事務所に所属した後に。元専門学校の同期で集まって、自主制作をやったことがあったんですよ。それが走れメロスを朗読する人と、後ろでそれに動きをつける人って言われてる。そう、
メロスは激怒したみたいな、こっちでやってるみたいなそうのをやって意外とウケたっていう今思うとなんか文化祭の出し物みたいなことやったな。実行委員が生きてますね。そう、でもそれをしかも母校のその会場でやらせてもらったりして、なかなか楽しい、ほんと気分は文化祭だったんですけど、こういう確かにヘンテコリンなことをやるのはまあ面白いと思う。でこういうね、ひねった発想、社会人になってからも行きますんで、どんどんやればいいと思いますよ。じゃあ続いて千代さん、大学4年生の時部活で出場した、全日本選手権で、全日本選手権18年ぶりに総合優勝しました。やば。1から3位の点差は各1点ずつで、結果発表の時はこれまでの人生で一番震えました。大会前日、主将との帰り道で私たちなら優勝できると言って別れたことを今でも鮮明に覚えています。個人でも3冠達成をして人生で一番波に乗っていた私の黄金期です。何の部活だろう一番大事なこと書いてないよね。各1点ずつの差、何この書き方ってことはさ、バスケとかじゃん。個人でも3冠なんで体操とかそっち系じゃないですか。ああ、そっかそっか、体操か。だったら絶対有名な人だよね。全日本選手権でしょ個人で参加なんですか。うん、すごい、オリンピックとか出る人じゃないですよ。なんだったら出てんじゃないの出てるねえ、いやすごい。いやもうね、たとえ部活動だったとしてもやっぱトップになるってすごいことなの。うん、なんか面白い話を聞いたんだけど、それこそ東大のトップと全然三流とかね、二流って言われる大学のトップってあんまり成績変わんないんだって。逆に2位以下とかがすごい差ができるらしくて、だからもう何事に対してもトップを取るっていうのは本当マジで誇れることだと思いますんで、最初に言ったようにそれがもう一番のサクセスストーリーだと思いますから、それ一つあるだけで何事にも発言とかにも自信が持てるし、これはこれからずっと自慢して自分の被害にして生きていっていいと思います。できれば今度こっそり何の種目だったか教えてください追加でお便りを。はい、ということで今回ここまでたくさんの投稿いただきました、ありがとうございます。いやー、なんかでも人の悩み事を聞いてるとなんか面白いね、まあ、みんな真面目に悩んでるんだろうけど、ある種ちょっと僕たちぐらいの年代になるとさ、ちょっと超えてきた部分はあるじゃん、はいはいはい、だから俺も似たことで悩んでたなとかって思うと、まあ、結局誰もが通る道だと思えば、まあ、先代もみんなそれこそね、あ小林もそうだったんだって見てる人が思ってもらえれば、少しでもね肩の力が抜ける一員になってもらえたら嬉しいなと思います。ということでですね、本当にいい回でしたね小林幕府では繁栄のために皆さんからの感想をお待ちしています。ハッシュタグ小林幕府をつけて、今日の将軍イケてたとツイートしてください。にじさチャンネルの登録もよろしくお願いします。それでは大名の者たち、また会おう、バイバイ。